今日のスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、横浜 F マリノスが鹿島アントラーズを迎え撃ちます。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が厚くなります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アントラーズといえばブラジルとの関わりが強い印象があります。ジーコが印象的ですが、このチームは他にも数々のセレソンが加わっています。さあ試合開始、まずは横浜 F マリノスのキックオフです。いいプレスです。攻守逆転、レフェリーはアドバンテージを見ています。これはスルーパスか。止めます。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。ゴール前に入れた。中央へのボールはクリアされました。ボールが狙われています。いいプレスです。ボールを奪いました。これは簡単に抜かれました。ここで抜けたのは大きい。コーナーキックの判定です。ボールが中央へ向かう。ここはクリアされました。パスをサイドに送ります。クロスのチャンス、マイナスにいいボールだ。このシュートはブロック、 PK の判定。リードするチャンスです。これが決勝点になってしまうのでしょうか。 PK が与えられたものの、選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、そこまで悪質ではないという判断なのかもしれません。キーパーが止めた。この PK は失敗です。まあ4回に1回は失敗しますから、これは仕方がないですね。スペースに見事なロブパス。岡崎慎司、1対1の場面でしたが、キーパーが見事に対処しました。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。何かしてきそうですが、鹿島アントラーズのスローインです。三沢健斗、岡崎慎司、パスをカット、いい読みでした。おっとボールを失いました。
もったいない、ボールを失いました。相手が触ったボールはスローインになります。ここはじっくりとパスを回しています。 F マリノスが PK をもぎ取りました。主審は PK を指示しましたが、カードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。見事に PK を入れています。緊張する様子もなく、しっかり沈めてきましたね。別のアングルからご覧ください。監督の表情も険しいですね。このゴールでリードされました。長木亮太、岡崎慎司、素晴らしいボールだ。ゴール！試合は振り出しです。リードしていた状況からあっという間に同点にされてしまいましたね。こういう状況では追いつかれた方が精神的に応えると思います。この角度からも見ましょう。これは大きな同点ゴールです。監督の表情からも伺えますね。ドリブルで持ち込んでいます。ここはクロスのチャンス。ここはフリーキックを与えられます。中にいる選手を狙います。これは大きく外れました。マークされていたので、しっかりと頭に当てられなかったようですね。岡崎慎司、鹿島の攻撃です。木田拓也、ここはドリブルで前に出ま、そのまま前に進みたい。このシュートは惜しくも入りません。流し込むだけでよかったと思うんですが、ちょっと強すぎましたね。鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスを伺います。ゴール、素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。映像が来ましたね。攻め込んでからのマイナスのパスが効果的でした。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。これはファールでしょう。フリーキックです。立ち上がれませんね。ここで試合が止まります。選手が倒れていますからね。一旦外に出されるでしょう。どうやら戻るのは難しいようです。罰が出て、激しいプレーでしたからね。
厳しいですね。レフェリーが選手を一旦外に出しました。ドロップボールで試合再開です。深刻な怪我じゃなければいいんですが。激しくぶつかっています。マルコス・ジュニオー、これは絶好のチャンス。ボールがこぼれました。クリアできるか。素晴らしいスルーパス。守る側は最後の一人でしたから止めようという気持ちは分かります。しかしボールに行っていなければ一発退場でしょう。これはレッドカード、退場です。いやー、これは止めるしかなかったでしょうか。前半終了のホイッスルが鳴り、鹿島アントラーズのリードで後半を迎えます。ドリブルで進みます。ディフェンスがうまく対応。岡崎慎司、土井翔馬、さあどうする。このパスはカットされます。ここからどうするのか。これはチャンス、決まるか。ゴール、鹿島アントラーズ決めました。リプレーが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。マルコス・ジュニオ、横浜の攻撃です。ここでうまく対処します。ここは縦をつくでしょうか。味方の位置を確認する。絶好のチャンス、絶好調ですね。このゴールでハットトリック、もう止まりません。リプレーが出ます。狙いすました、いいクロスですね。そして最後はうまく頭で合わせました。こちらのカメラからの映像です。この展開は予想できませんでした。チャンスにできるか。ファールを取りません。流しましたか。サイドをえぐって中を見る。ここでボールを失います。さあカウンターを仕掛けるか。このカウンターはうまくいきません。クリーンなタックル、ボールを奪いました。見事な視野です。前に運んでいます。さあゴールを狙いに行く。これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが見事に止めましたね。中に入れた。ゴールキックになります。
相手ボールになります。自陣内でプレッシャーにさらされています。いいところへ出した。うまいパス。これはもう抗議もできないでしょう。いい位置です。入ってきたぞ。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。これはもったいない。オフサイドです。木田拓也。ここはボールを奪取しました。スルーパスを出しましたが、キーパー正面です。天野純。このパスはカットされます。しっかり見えています。少し飛び出しが早すぎました。インターセプトされました。天野純、素晴らしいボールです。スルーパスはキーパーが処理。素早い飛び出しでした。これはもう勝敗という興味は残念ながらなくなってしまっています。 F マリノスが攻めに出ます。ここは抜いてくるのか。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。カウンターアタックのチャンスです。いい寄せです。タッチを割ってスローイン。いいボールを送りたい。これはチャンス。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。ここはサイドへパスを出します。裏も見えていたのか。素晴らしいスルーパスでしたが、ここは読み勝ちました。相手に奪われます。おっと、裏へ出した。この攻撃は実を結びません。ここで試合終了です。いやー、サポーターから激しいブーイングが起こっています。福西さん、これは退場の判定に対するものでしょうか。はい、あそこで選手が退場になったことが試合の結果に